どうもこんにちは、アタリです。ルーラのアトリエアランドの錬金術師ポムプロジェクト続きです。ちょっと声が枯れちゃった、はい、ちょっと、じゃあアーランドから出て、ちょっとアールズに向かおうかな。ほら、ニコサイベント進めなきゃいけないし、でアーキルスに行って、ちょっとやっぱりこう、なんだろう、イエルチェさんとかその辺の話もなんかあんのかなみたいなところ。どこに行こうかな。おい、リルア。あ、ニコさん。ん？なんだかすっごいニコニコしてますね。今面白いこと言った？おいおい、ダジャレか？まあいいや。お前にこいつを見せたくてな。これは書状ですか？なになに？下記のものを新航路開拓船団の団長に任命する。ニコデムス・ダビド・ディーター。ニコデムス・ダビド・ディーター、これって、ああ、ルルアが教えてくれた仕事だぜ。しかも団長だぞ、団長。要するに船長だ。すごいじゃないですか。おめでとうございます、ニコさん。ありがとうよ。なんでもステルクさんが口を聞いてくれたらしくてな。なるほどね。まあとにかくようやく海に戻れるってわけだ。あ、そっか。よかったよかった。ああ、これもルルアと会ったおかげだな。お前は俺にとっての幸運の女神だぜ。な、何言ってるんですか。もう照れちゃいますよ。別に冗談で言ってるつもりはねえぜ。新航路の開拓にはお前に作ってもらった女神像をつけていく。つまり仕事は成功間違いなしだ。今度ルルアも俺の船に乗せてやるからな。え、いいんですか？私船って乗ったことなくて。それならちょうどいいや。俺がみっちり魅力を教えてやる。あ、つうわけだから一緒に旅をできるのはあと少しだけどよ。ルルア、これからもよろしく頼むぜ。はい、こちらこそおめでとうございます、ニコさん。おう。頑張るからな。おお、行き先は。そうか、まだイベントはないか。ちょっと一回エンディング確認していい？前回ロロナお母さんとツテさんのイベントがなんか終わった感じになったからエンディングあるのかなと。うん、まあ前回やっとけよって話なんだけどね。ちょっと確認します。あら、お客みたいだね。うん、誰だろう。もっと面白いことかも。もっと面白いことかも。これ増えたぞ。なんだろう。はい、じゃあ飛ばします。アルケミリドルを手に様々な経験を積んだルルア、彼女の錬金術師としての腕前は母親であるロロナに迫るほどに成長しました。そんなルルアが選んだ道、それは丈夫なはず。まずどこを目指すの？そうだな、なるべく人が多いところかな。たくさん依頼を受けてもっともっと錬金術師として成長しないと。そうね、目標は大きく、誰にも負けない錬金術師になるだものね。そうそう、お母さんにも負けないね。そのためにもここで立ち止まっちゃいられない。よし、行くよスティア。人の多そうな場所を目指して出発。ちょっと待って、目的地全然決まってないけど走っていくの？うん、もちろん。大丈夫大丈夫、きっとなんとかなるなる。ひたすらにまっすぐ進むルルアの旅路、彼女が
この先どうなって何をなすのか、それはまた別のお話。終わった。何か予期せぬエンディングを見てしまったようだな。ほう、何のイベントだったんだろう。はい、今確認したらね、今のエンディングトゥルーエンディングらしいですよ。ええ、うん、あのトロフィーが解放されていた。ちょっと待って、見せてあげるわ。ねどうだこれ、これトゥルーエンディング、うん、トゥルーエンディングらしいですよ。ははー、まさかの、うん、いやあのトゥルーエンディングってさ、メルルのアトリエの時なんかはすごいルート分岐がいっぱいあって、何周もしてようやくたどり着いたって記憶あるから、まさかとは思ったけども、1周目でいけるんだね。ちょっと他の人のエンディングがね、あれな、他の人がロロナお母さんのエンディングが見たいんです。みたいだね。うん、どうだろう。でこれちょっと女の人の、あ、きっとお母さんたちだ。お母さんたち、あ、そっか、あれか、お母さんとステさん同じエンディングなのかな。ルルアの母親ロロナ、そして警備団団長ステルク、二人は何が眠るかわからない東の大陸の調査へと向かうことにしたのです。すべてはアーランドの人々のため、人々の生活をより豊かにするため。二人は慣れ親しんだアーランドを離れようとしていました。だいぶアーランドから離れちゃいましたね。ああ、そうだな。次に帰ってくるのは何年後になることか。ロロナ君、ルルア君のこと本当に良かったのか。はい、大丈夫です。ルルアちゃんはとっても強い子だから、むしろ私の方がダメですね。ルルアちゃんとずっと一緒にいたい。うん、そうか。では今からでも。いいえ、行きますよ。だってこれはみんなのためだから。私の唯一の取り柄、錬金術を活かせるならどんなことだって頑張ります。それが錬金術師ですからね。そうか。いやはや、いつの間にかたくましくなったものだ。ではそろそろ行くとするか。東の大陸では何が待っているかわからないが。きっと大丈夫です。私とステルクさんが一緒ならね。あ、そうだな。では行きましょう。おお、なるほど。ちょっとなんかこの2人のエンディングとさっきのトゥルーエンディング、ちょっとなんか似てる感じがするよね。2人でちょっと旅に出ますみたいなね。たださっきのトゥルーエンディングもなんかこう、なんだろう、若干エーファちゃん置き去りかよみたいな、そういうところも、まあ、なくはないところもあるんだけどもね。ちょっとこれもしかしたらニコさんのエンディングもあるのかな。ちょっと見てみようか。みたいだね。うん、誰だろう。あ、やっぱりニコさんのイベントも、あ、エンディングも出てきたね。とその前にリドルは開いてった。飛ばします。アーランドの大海賊、荒波渡りのニコ。彼はステルクの口利きもあり、新航路開拓船団の団長に就任します。ニコと意気投合したルルアは共に開拓船団で仕事をすることにします。え？協
今日も二人はどこまでも広がる大海原を眺め船歌を歌うのでした。服かわいい。ご機嫌だな、ルルア。だいぶ海賊に染まってきたじゃねえか。はい、そうですね。とりあえず船酔いはしなくなりました。な、最初の頃はひどかったもんな。ま、成長したってこった。しかし、今のところすこぶる調子がいいぜ。そうですね、やっぱりニコさんが選んだルートは正解みたい。ああ、自信はあるが。おおい、見てみろルルア、あれ、あれって東の大陸。ああ、間違いねえ。よし、安全なルート確保できたな。ですね、おめでとうございますニコさん。ああ、よし、宴だ。宴を開くぞルルア。あいあいっさー。まあ、魚でも釣らないと食べるものないですけどね。細かいことは気にすんな。よし、おもかしいっぱい。終わった。あ、これもしかして全エンディング回収したんじゃねえか。確認していい？確認するわ。ちょっと待って、あ、なんか一個ある。誰かやってないイベントがあるか。エーファ、フィクス、オーレル、ピアニア、ニコ。チラッ、カレーエンディング。カレーエンディング、なんだそれ。カレーエンディング、謎のエンディングが、なんかあるのかな。カレーか。でも作ってないカレーはない。あ、でも確かに確かに、カレーエンディングか。今のところ、そうだな、エーファちゃんにジャイアントスイングされて終わりっぱなしだったからな。そうか、他にはフラムカレーでしょ、思い出カレー、ルルアカレー。一応カレーは全部作ってはいるんだよな。ちょっとよくわからないな。どっかでなんか、どっかでなんか、何かしらのフラグを立てなきゃいけないのかな。とりあえず愚者の石作っておいるか。よしと、トトトン、トトトン、プニプニ玉、トトトン。あ、わたたたたたたた、ビビッとくるのは調査調査。あ、マイク、こんな感じ。これで平気いける。よいしょ、どどん、愚者の石。こんな感じ。あ、人だ。何を作っ、これをメルルちゃんとこれに持っていこう。どうも、愚者の石だよ。これでメルルさん、これは、おお、これはまさか。はい、私とメルルさんの合作です。実物を見るとやっぱりすごいね。錬金術の基本的な法則をところどころ破ってる。なんというか、錬金術って無限の可能性があるんだね。ですね。でも私思うんです、これはメルルさんと私のコンビだからできたもの。つまり、
私とルルアちゃんのコンビは最強。そうです、最強です、最強なんですよ。なるほど、最強か。よし、ルルアちゃん、もっといろんなレシピ考えてみない？そしたらこれよりすごいものができるかも。はい、そうですね。よし、燃えてきた。とんでもないレシピ作り上げてやるぞ。あーあメルルったらとっても楽しそう。後輩ができて張り切ってるのかしら。差し入れでも持ってくるとしましょうか。二人がもっと頑張れるように。行き先はっと、なるほど、そうか。よし、じゃあ今日はこのぐらいにしとこうかな。次回からどうしようかな。トロフィー集めしようかな。っていうかカレーエンディングだな。カレーエンディング見るために頑張りますわ。はい、それじゃあまた次回、バイバイ。あー、カレーエンディングか。